三笹温泉の一三笹温泉の一三笹温泉は、鳥取県東白郡三笹町にある温泉。日本百景。2017年現在、年間入湯客数は、鳥取県内では、海家温泉に次ぐに、別名は鳥取梨の花温泉郷とも呼ばれる。ラジウム及びラジウムが、アルファ崩壊したラドンが含まれており、世界でも、有数の放射能泉である。 また一部の旅館には高濃度のトロンを含む温泉もある。厳選中のラドン量について683.3マッヘの記録がある。ミササには温泉療法を実施する医療機関が複数あり、温泉は泉質に応じて温泉プール療法、陰泉療法、高齢療法など様々な治療に用いられている。山徳川の両岸に旅館が立ち並ぶ。温泉街は 三笹橋周辺に広がっており、伝統的な和風旅館が多い。河原の風呂と公衆浴場、玉割の湯は三笹橋の田元にある。石畳が敷かれた温泉本通りには、こじんまりした旅館や飲食店、古美術店、スナック、土産物や射的場等が並んでおり、情緒ある温泉街が形成されている。元湯の株湯は温泉街を少し離れた。 静かな住宅街の中にあり、地元住民の利用が多い。本格的な療養温泉でもあり、温泉療法を実施する病院や研究施設がある。また温水床暖房を持った長期滞在者向けの旅館や自炊宿も見られ、観光と療養の並立が三笹温泉の特徴である。二十数軒ある旅館、ホテルの多くが現代当時に対応している。 温泉台にある病院での診察と組み合わせたり、ソムリエをもじった入浴アドバイザー、ラジムリエがいたりする旅館もある。伝説によれば、平安時代末期の1164年に、発見されたという歴史的な温泉である。源義朝の家臣大久保様の言うが、現時の最高を祈願し、三徳山山仏寺に赴いた折に命を救った。 白狼が夢枕に立って、楠の木の老木から、湯が湧き出ていることを教えたと言われる。この湯が、元湯の株湯である。出雲国風土器にも温泉に関する記述がある。明治以降、与佐野鉄管与佐野秋子、野口宇城、志賀直屋、斎藤茂吉、島崎藤村など多くの文人も訪れた。2014年三笹温泉開湯850年を迎えた。 温泉名の由来は諸説あり、その一つが三つ目の朝を迎える頃には病が消えることからミササと呼ばれるようになったという言われである。ミササ温泉に泊まる宿泊施設観光情報満載ミササ温泉旅館共同組合2018年6月7日閲覧。 AB 鳥取県観光交流局観光戦略課、温泉地入湯客数2018年6月7日、閲覧。温泉療法岡山、大学病院ミササ医療センター当院の温泉に、ついて社団法人鳥取県中部医師会立、ミササ温泉病院ミササ温泉の現代当時、ミササ温泉温泉施設、ミササ温泉公式サイト、 三笹温泉観光協会、三笹温泉旅館協同組合、2021年11月10日閲覧。三笹温泉、鳥取県観光案内鳥取旅の生情報、公益社団法人鳥取県観光連盟、2021年11月10日閲覧。三笹医療センター、岡大が今月末平院温泉病院が、 機能継承、毎日新聞長官2015年12月25日2018年4月30日、閲覧三笹町国民宿舎事業の設置等に、関する条例、湯の心旅、三笹温泉若旦那が買える当時宿、医療と連携、森林セラピーも、日本経済新聞長官2018年4月21日、 別釣り日経プラス1日本遺産産特産、三笹温泉、六根清浄と六関地湯の地。ありがとうございます。